当社日本空港ビルディングは羽田空港を中心に物販、施設管理、飲食3つの事業を中心に展開をしております。将来的な対応として先手を打ってロボットを導入していこうと、そういった趣旨で導入を進めております。既存の設備にまずぶつからない、安定して稼働するかというところをメインでチェックしております。それから、急な飛び出しとか人がたまたまいるっていう時に、ぶつからないっていうことについては繰り返しチェックをさせていただきました。 RS26 は床をこう研磨する、ロボットになりますので、ハードフロア、タイル床を中心に清掃をします。ウィズについてはカーペット専用で、使用をしているところです。時間あたりの清掃面積、それがこの機種については特に優れているというふうに考えております。人が清掃機をこう操作して動かすと、どうしてもムラが発生してしまうという時があるんですけれども、ロボットにそこを任せると必ず一定の動きをしてくれますので、そういったところが品質面で確保できるかなというふうに考えています。稼働時間ですね、実際に動いた場所等が1ヶ月に1回ぐらい上がってくるんですけれども、そういった点から評価をしています。広いエリアについてはロボットで任せながら、隙間みたいなところですね、そういったところについて人が清掃をしていくと、それをこうお互いフォローし合いながら清掃というものをどんどん高めていければ良いかなというふうに考えています。